皆さんこんにちは。 B レジェンド管理栄養士の布目です。今日は第5回、ビタミンについてのお話をしたいと思います。ビタミンについては、今回はその1、次回はその2ということでお話したいと思います。よろしくお願いします。まず、ビタミンとはというお話からしたいと思います。まずビタミンとは、タンパク質、脂質、炭水化物といった、まあ、三大栄養素ですね。こちらを、代謝するために、必要になります。で、ですのでビタミンをしっかり、取れていると、まあ、健康の維持を促したりですとか体の調子を整えることができます。で、ビタミンというのは、体の中で合成することが、できない、もしくはできたとしても少量しかできない。ですので必ず、食事から取らないといけない栄養素となっています。必ず食事で取ります。で、ビタミンは13種類あります。そして13種類の中で大きく2つに分かれていて、脂溶性ビタミンと、水溶性ビタミンに分かれています。脂溶性のビタミンは4つで、ビタミン D と A と K と E です。で、水溶性ビタミンは9つで、ビタミン B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミン B6、ビオチン、ヨウ酸、ビタミン B12、ビタミン C になります。で、脂溶性ビタミンというのは水に溶けにくく油に溶けやすいビタミンになります。ですので、食べるときに、油と一緒に、調理して食べると、吸収が高まるというふうに言われています。で、水溶性ビタミンですね。水溶性ビタミンは、水に溶けやすいビタミンですので、あまり洗いすぎてしまったりですとかお水にさらしてしまうと、流れやすくなってしまいます。ですので、スープとか、そういったもので飲んでいただくと、流れづらくはなってきます。で、このビタミンなんですけれども、多く含まれている食品というのは野菜ですとか、あと果物と、お芋ですとか穀類ですね。お米とか、麦とかですね、穀類にも、に多く入っています。で、またお魚や、お肉にも、実はビタミンというのは含まれています。で、このビタミンなんですけれども、まず過剰摂取の、心配がある、あるのはこの脂溶性ビタミンになります。脂溶性ビタミンは体内に蓄積しやすいので、摂りすぎてしまうと、過剰摂取の心配があるんですが、食べ物で摂取するときには、お腹がいっぱいになってしまうので、それほどたくさん食べることができないので、そこまで心配は、ないですが、サプリメントで摂取するときには、過剰摂取の心配というのがありますので、決められた容量というのを、しっかり守っていただきたいなというふうに思います。で、水溶性ビタミンなんですけれども、水溶性ビタミンというのは、摂りすぎてしまっても、体の外に排泄してくれるので、あまり、過剰摂取の心配というのはありません。で、ビタミン、全体を通してなんですけれども、足りないと、欠乏症というのが出てくることがあります。で、それは足りていない、それぞれのビタミンの種類によって、出てくる症状というのは違うんですけれども、やはり、ビタミンというのは、最初にも申し上げた通り、体を整えたりですとか、エネルギーを、代謝するに必要な栄養素となっていきますので、過不足のないように、食事で、摂っていただき、もし足りないようであれば、サプリメントというのを、利用していただければと思います。と、B レジェンドでも、こちらの、ビタミン&ミネラルという商品が出ておりますので、食事で足りなかったりですとか、海外とか、そういった遠征に行くときになかなか現地の食事が合わないですとか、あとはアレルギーですとか好き嫌いですとか、そういったことでちょっと栄養が足りないなっていう時には、補っていただければと思います。あとは、ちょっと雑学としてなんですけれども、ビタミン、
たくさん、ね、このアルファベットが出てきたり、まあ、数字が出てくるんですけれども、このちょっと名前の由来を話したいと思います。まずこのアルファベットなんですけれども、 A があって B があって、C があって D もあって、でその後が飛んでいきなり K になります。でこの、アルファベットというのは、まあ、見つかった、この、要素が見つかった順に、付けられているというふうに言われています。ただ、まあ、K だけはこれはちょっと違っていて、順番ではなくって、まあ、ビタミン K というのは、まあ、血液凝固、に、使われる、まあ、そういった栄養素なんですけれども、ですので、まあ、ドイツ語で血液凝固という、言葉がですね、まあ、K がつく言葉ですので、これだけは名前の由来が、ビタミン K になっているそうです。で、こちらのビタミン、この B 群と言われているものなんですけれども、この実はビタミン B1、B2 とあって、まあ、B12 まであります。実はこれはですね、全部、ビタミン B1 から、B12 まで全種類本当はありました。で、そのうち、いくつかのものが最初はビタミンだと思って、名前が付けられたんですけれども、やっぱりちょっとビタミンじゃなかったよということで、まあ、そのうち番号が抜けてしまっていったものがあります。でこの、まあ、ナイアシン、ナイアシンというふうに呼ぶんですけれども、実は、これナイアシンというのは、ビタミン、B3 とも言います。でまた、パントテン酸なんですけれども、パントテン酸は、ビタミン B5 で、ビオチンはビタミン B7 で、葉酸はビタミン B9 というふうにも、実はそういう名前もあります。実はまあ一般的にはこちらの名前で呼ばれているんですけれども、まあ、とそういったように、実は、ビタミン B 群っていうのは1から12までもともとありました。それでは今日は、第5回ということで、ビタミンについてのお話でした。次回の6回ではもう少しそれぞれの栄養素について、詳しくお話ししていきたいと思います。ありがとうございました。